はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月27日、時刻の方は12時21分です。メール、てれてて、グイー。はい、そんなわけでね、今回の話題は、総務省。ね、総務省がね、活躍しております。ね、アハモに勝つ。メール問題。ね、何なのってことね。はい、こちらです。いつものね、見てる携帯ウォッチさんのニュースになります。アハモに変更後もキャリアメールを使えるように総務省が方針示す。ということでね、MNP 予約番号の発行や解約はスマホで完結できるようにの意見もってことでね、まあ今日いろいろのゴニョ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 と、これか昨日か、ね、あったみたいで、まあ総務省は26日、スイッチング円滑化タスクフォース第5回を開催した。第5回の会合では eSIM の普及促進、SIM ロック解除の一層の推進、キャリアメールの持ち運び実現、MNP 手続きのさらなる円滑化について資料が開示されているということで、まあ、この中でね、これだね、キャリアメールの持ち運び。キャリアメールの持ち運びについては、送受信ともに一定のニーズが認められるとし、MNP 提出前の事業者が、ここ見せたかね、MNP 提出前の事業者がメールアドレスを管理する。変更元管理方式によりメールアドレスの持ち運びを希望するすべての利用者に対して、もう一回言うよ、持ち運びを希望するすべての利用者に対して提供可能な環境を実現することが望ましいとした。今週からスタートするアハモ、ポボ、LINE モはキャリアメールが提供されないが、ここのところを結構ね、重視っていうか、いろいろ指摘するユーザーさんが多いんだよ、実は。メールもないからね、つって。で、おじい、そんなにメールって必要って G メールだってあるし、なんだっけ、ね、あれ、ヤフーメールもあるし、で、おまけに、なんていうの、電話番号のメールだってあるわけだしね、そんなキャリアメール使ってるっつってね、おじいの場合、キャリアメールなんて使ったことほとんどないんだよね。そこの、なんだろう、何も使わないよ、キャリアメールって。キャリアメールの E メール受信設定自体をオフにしてるからね、何も来ないよ。変な詐欺メールも来なくていいんだけど、ね。そんなにみんな、使うのかなと思って。だから、いろんなスマホ使ったりとかさ、端末とかいっぱいあるじゃん。で、使い回しするのに、そのキャリアメールじゃ、やりにくいじゃんと思うんだけど、おじいには理解できないんだけど、でもみんなそれ使う人多いんだよね、結局ね。まあそんなわけで、今週からスタートするアハモ、ポボ、LINEもキャリアメールは提供されないが、これらの新料金プランやブランドへの乗り換え後もキャリアメールを利用可能とすべきとしたということだよね。結局アハモ、ポボ、LINEもに移行した場合ね、今まで使っていたメールアドレスをまあ、解約というか、まあ、使いなくなってしまう。こっちはないものに移行してるから、だから、今までもが使えないから何かのメールを使わないとっていうね、こういうことになるよね。おじいはね、でもね、かえってそのキャリアの名だって いろんなキャリアをこう行ったり来たりこう自由に行き来できる、そういうシステムにしたわけでしょ。でメールをもともとだってこのドコモから例えばソフトバンクに行ったら、まあ、その元々作ったところのドコモがそのメールを管理してどうのこうのやりなさいっていうこれ自体がなんかね、おじいはおかしいと思うんだよ。そもそもだ電話番号で来る SMS あれがあるわけだから、そのメールアドレスはなんでキャリアのやつにその依存しなきゃなんないの。おじいはそっち派なんだけど、でもそれをジュース、だからどうせおまけでくっついてくるタダだからっていうことで、結局みんな使うわけでしょ、結局。おじいには分かんないけどな、おじいには理解できないんだけど、ね、でも、それもだからメール、おまけでくっついてくるメールだからってことで、そういうのをもう飼いならされちゃってるってことなんだろうね。おじいの場合はね、昔からキャリアのメールとかあるじゃん。で、
ピッポパッポパッポとかね、ISDN とかさ、ね、今の光にしても、プロパイダーからメールアドレスもらえるじゃん。で、例えば多いとね、何 ID までもらえるとかっていう、そういうのも今まであったけれども、一回も使ったことない。一応、受信はできるよ。その、サーバー、あれ、キャリアからのお知らせとかね、請求とかそういうのがあるから、それで受信だけで、他のところには一切使わない。全部他のメールアドレス。ね、結局ね、メインのそういうアドレスを他に使うと、結局もうみんな、いろんなところにばらまかれちゃうじゃん、結局。どっかで使ったらもう変なものがいっぱい来るようになるんだよ。だから使わないと、本当に来ないよ。ニューロ光もそうだったし、アサヒネットもそうだし、ニフティもそうだし、そのメインのやつをどこにも使わなければ、変な怪しいものが一切来ないんだよ。これが。面白いように来ないよ。本当。で、で、携帯電話の、ね、キャリアのメールなんかも、使わないからね。だから変なものが全然来ない。詐欺みたいな、フィッシングメールみたいのも全然来ないんだよ。ね。なのでね、ある意味ね、おじい、昔からこう自己防衛してるんだよ。そういうものは使わないっていう。だからそれがないと、もう生きていけないっていう人たちが、なんでなんだろうなって、おじいは全く理解できないんだけど、おじいはだからいつも言ってるように、電話ですらね、無料の電話とかね、そういうの用意して、で、ネット用と、リアルでなんかアンケート用とかね、だからこう本当にちゃんとメインのガチのやつっていうのは、例えば、ね、公共料金だとか、税務署だとかね、そういう、こう、ガチで、なんかの連絡の時の、ね、ないと困る。それにだけしか使わない。他のものは、一切使わない。別の楽天のほら、なんだっけ、あちら電話も、全部あちら電話も。こういうアマゾンのね、そういうのの荷物のあれやってこれやってっていう番号も全部そっちの使ってる、うん、なのでね、おかげでね、そっちの方は全部なんていうのならないし、起動もしないからね。なのでこうどっかからどういうふうに漏れても何もおじい気がつかないからね。だって電話がかかってくるのに必要なところに教えてないから、だからね、最大の自己防衛になってるんだよ、これはね。ね、人は人、自分は自分なんだけどもね。まあ、おじいにはちょっとキャリアのメールはあまりよくわからないっていうお話です。で、まあ、今の内容を見てみると、こういうことなんだね。受信の場合っていうのがあってね、こうインターネットがあって、で、メールアドレス、こう、メールサーバーがこうやってあるよね。で、事業者 A からモバイルもがあって、インターネットがあって、事業者 B って、これ、乗り換えた場合、ね、もともとのあるもの、これがなくなっちゃうよってことなんだけども、で、今度移行するとこは、このメールがないわけでしょ、困るわけでしょ。だから、もともとの事業者が、このとこでこう管理をして、こういう形で、移行しないで、こういうことなんだよね、結局ね。じゃあ送信の場合はどうするのっていうね。だから この逆パターンで、まあこれもね、確かに利用者にとってはいいかもしれないけど、これはでもね、めんどくさいことさせられるなっていうか、もともとお金を払っててメールの管理とかね、そういうお金も含めてお金をもらっていたのに、全然違うところに行かれて、でそれをまた管理者が、これはでもよく総務省無茶を押し付けてっていうか、そんな考えを言って、それをキャリアたちがやろうっていう、よっぽどなんか弱みに握られてんのかなって、そう思うよね。おじいだったら脳を突きつけるけどね、そんなのやってらんねえよっつってね。こっちは商売でやってんだ、バカ野郎っつってね。総務省が値段を決めるじゃない、俺々が決めるんだっつってね、突っ張れてやるけどね。まあここ見てもあんまよくわかんないよね。やめとこう。で、キャリアメールの持ち上げのね、
実現へのニーズっていうのがあって、でよいしょ、これね、キャリアのメールの持ち運びの実現へのニーズについて総務省において行った主な調査結果は以下の通りであるっていうことで、でこのとこ見るとね、これあの当てはまるの締めていてね、ここなんだね、メールアドレスが変わるため なかなか移動できない、要はね、あの理由っていうのがあって、あの、まあ、面倒くさいだとか、まあ、特に理由がないとか、これいろんなのがあるけど、これ自由にあちこち行くのには何がネックなのかというと、メールアドレスが変わるからね、なんとかアットマークドコモ COJP からね、ソフトバンク JP とかなんかあるんでしょう、そういうのがね、だアドレスが変わっちゃうから、あの今までのが困るって、こういうのがあったからそういうのになってるっていう、だあの一定の調査に基づいて総務省も今回のことを言ってるわけなんだね、結局ね、うん、でこんな調査やってたのって思うでしょ、だこういうのをね、あの、まあ、一定の調査だけじゃなくてさ、一般の方は我々にだからそういうのをね、あの来ないのかなって思うけどね、一定の調査って。でこ あのメールなんかもね、例えばドコモとかあのイージーウェブとかこういったのなんだけど、受信と送信でどれぐらい使うんですかって、1週間に1回以上の利用がまあこんだけとかね、ほとんど利用しない人はこんだけとか、まあおじいの場合はこの中ではね利用していないの中に入るんだけど、でもこんだけの人がやっぱりあの利用してるっていうね、こういう受信と送信で、まあ受信はあのいろんないかがわしいものとかね、勝手に送りつけるとか、まあそういったものもあるんだろうしね、あと SMS 認証とかね、あれは電話番号で来るからこれ全く関係ないと思うけどね、でこれだね、携帯電話会社に乗り換えると現在利用しているキャリアメールが利用できなくなります。仮に携帯電話会社を乗り換えても継続的にキャリアメールが利用できるのであれば、そのサービスを利用したいと思いますかということで、74.1% が利用したいって答えたってことなんだね、これをね、ね、おじは全くそう思わないけど、でも使えるもんだったら使いたいって思うよね、まあ人間の人の心理としてそう思うよね。でもおじはこのキャリアの発行するメールを統一して、それをだから電話番号と同じように使いたいってことは、もういろんなフィッシング詐欺にしても何にしてもどんどんリスト化してあのばらまかれてるわけだから、いろんなものにこう引っかかる確率が高いことだからね、本当にあのこう重要、おじいみたいにさ、重要なその契約しているところとかね、重要なところにはそれ専用のアドレスを使って、であとはどうでもいいのはいろんな遊び用のアドレスを使って使い分けてた方が、結局キャリアのメールって結構狙われるじゃん、解読されたりとか。だからおじいの場合はだからね、本当使うの、あと最悪ほら電話番号の後ろにね、そのまんまデフォルトだと古い人なんてそのまんまアットマークなんとか JP で届くとかね、あるでしょ、2種類これを使えるようにしますか、使えるようにしますか、そういうところであったじゃん、まあ今の時代わかんないけど、でそういうので勝手に来られちゃうからね、だからおじいもともと使わない派なんだよこれね。だからおじいの場合さ、プロパイダー変わっても何やってもいろんなものを契約したものね、メールアドレスはあの全部キャリアのメールなんか使わないからさ、どこに移動しててもさ、全く困ったことが一回もないんだよ本当、ね、そういうふうにして、まあ、串をつけておけばいいと思うんだけどね、まあ、でも人それぞれだろうからね、まあ、契約者がキャリアメールの持ち運びを希望する場合に過度な負担や手続きを課さないことが適当としながらも、合理的な範囲内でコスト回収については基本的に通信事業者が判断するものとしたほか、まあそりゃそうだよね、だって大変だと思うよ、だってそれをやれって言ったってただでやれっていうね、あのただじゃなければ結局やっぱコストの回収がないと通信事業じゃないんだからね、もう
お金もらってなきゃやってらんない話でしょ。だからこのメールアドレスを維持するためには、その昔はほらよくメールもだって契約し あったよね。あと何だっけ、ドメインとかさ、いろんな何か入れた人はドメイン取得とかね、お金出して使ってたんだよ昔は。今みんなそういうのないからな、本当。だからおじいたちしてみたら、このメールアドレスっていうのも有料サービスで使うか使わない、いや使わないっつって、まあ、いつの間にかみんな強制的にタダでみんなこじってくるようになったから、そうなのかもしれないけど、とりあえずこれが有料だったらね、メールアドレスってあれ年間契約だから昔よかったと、そんな大した値段じゃないんだよね、1000円とか千何百円とかね。なので、まあ、これお金、まあ、コスト開始については基本的に通信事業者が判断するからね、1年間1000円とか2000円とか、まあ、それぐらいもらえればまあ管理してもいいよって、まあ、そうなるよね。一応通信原価かかるわけだし、ね、そうすると今度は有料になった場合、有料でも使いたいと思わしかっていうと、今まで使いたいって 77% ですと、そこからじゃあ有料お金を出してメールアドレスを維持しますかって、だったらいらない、無料の使うからいいっていう人がまたそこから結構多いと思うよ絶対に。おじいはそう睨むけどね。まあ結局基本的に通信事業者が判断するものでしたほか、その対象を MNO 間に限定せずに MVNO を含めた他事業者にも持ち運びでくれしようとすべきとしたって、もうそんなのだっておじいから言ってみたらさ、こんな端末買えばさ、ね、もともと Gmail は入ってるわさ、いろんなで、Yahoo にしたって何したって入れればね、すぐに使えるわけじゃん、端末関係なしに。本当、あれなんだよね。まあ、お金を出してそれを維持したいのかって思うね。まあ、導入時期については、変更元管理方式におけるシステム開発期間が MNO3 社の平均で約1年となっているため、2022年夏頃には実現することが適当としたってことだよね。まあ、その頃にはそうなるでしょう、ね。まあ、無料だったら使いたい人、有料だったら使いたい、多分ね、キャリアは無料でやらないと思うよ、絶対に、ね。どうなるんだね、この問題ね。はい、そんなわけでね、総務省は、ハーモニーかつ、ね、メールはしっかりするべきだってね、まあ、一括してくれたよってお話で。まあ、70%何の人が喜んでるみたいだけど、どうなんだろうね、実際にサービス実現してみないと分かんないよね。意外とお金払うのだったら、そこまでしていらないしって、需要なくなって、そのうちなくなっちゃうような気もするけど、どうなんでしょう、皆さんのご意見は、ね。はい、そんなわけでおじいでした。暇つぶしになった方は、グッと教えてください。またね、バイバイ。